ビテルボのアンニュースあるいはアンニオダ・ビテルボ、ヨアンネス・アンニュース・ビテルベンシスは、イタリアのドミニコ会修道士で、学者、歴史家。ビテルボ出身で、序盤に何人として生まれた。現在では、儀書制作者として知られている。彼はその人生の初期に、ドミニコ界に入り、そして説教師と著述家として、名を馳せ、シクストゥス4世やアレクサンデル6世に徴用された。 後者は彼を成長史観に認じた。シェーザレ・ボルジアに毒殺されたと言われている。彼は東洋の言語に通じていたと言われている。しかしウォルター・スティーブンスは、ジャイアンツ・インゾーズ・ゲイズ、P131 の中で、彼のセム文献学についての専門知識は、一時は素晴らしい教会の歴史家であると称賛されたことさえあったが、完全な作り物だったとしている。アンニュースは、 エトルリア語を読めるとも自称していた。アンニースの最も有名な著作は古代造編アンティキテイトム・ベディアラムである。この作品において彼はキリスト教時代以前に生きていたギリシアラ県の世俗著述家たちによる著作や断片と主張されるものを公にした。それらの文書は当時理解されていた古代史に全く新しい光を投げかけるものだった。彼は それを、マントバで発見したと主張した。その他の多くの彼の著作の中では、シクストゥス4世及び、キリスト教書を、王子、政府に検定された、目視録仲介の、来るべきキリスト教徒のトルコサラ先人たちに対する、勝利でフトゥーリス・クリスティノーラム・トラインフィス・イン・ターコス、イサリソンス、トルコ帝国論・トラクテタス・デ・インペリオ・ターゴラム、などがある。アンニュースは、 ムハンマドは、反キリストであると主張し、キリスト教徒が、ユダヤ教徒やイスラム教徒たちを征服した暁に、世界の終わりが訪れるとした。彼自身は、それはそんなに遠い未来のことではないと考えていた。彼の行った、死者の中で影響があったものの一つに、マタイによる、福音書の中で、系譜がヨセフに割り当てられているのに、ルカによる、福音書では、 マリアのものとなっていることについての考察がある。未交換のままだった彼の著作の中でもっと、重要なのには、ボルメン・リブ・ディスセプト・ア・ギンタ・ディスティンクトムで、アンティキ・タタバス・イ・ジェスティス・イトラス・コラムやでカレクシャニー、タイポグラフカクロニ・コラム、でディグネテイト・オフィキ・マジェストリ・ソクリー・パラティオ、そしてクロノ・ラジア・ノバがある。ここでは彼は、エウセビオスの著作の中におけるアナクロニズムを正そうとしている。 しかしながら、最も悪名高いのは、最古の著述家たちによったとされる、古代ローマの知史と古代史についての文書である。1498年に、ローマで出版された、アクトレス・ビタスティシミーは、古典時代のものであるとされる17文書の、先週だったが、実のところ、すべては、アンニウス自身が書いたものだった。例えば、アンニウスによる、ロムレスによって創始された。 ローマの地図は彼自身が鉄造した文書に基づいた大雑把な解釈の結果だった。偽造文書の一部は、ビテルボがエトルリアのファナム・ウォルンニーの地であることを立証しようという欲求に駆られたものだったらしい。教皇の公営七夜、モンテ・ディ・ピエタを擁護するため、彼は1495年に出版されたプロ・モンティ、ピーター・ティスにクエスチャンス・デュディスプヤテイト・スーパームズを、 イデイコチリージュイの起きし、ユダヤ人の氷菓子に対する批判を行った。古代造編は、信奉者を獲得すると同時に、彼を意図的な改ざん、鉄造者であるとする厳しい批判にさらされた。その内容は、ベロッソスやクイントス・ファビウス・ピクトル、加藤・マネトなどに返せられていた。アンニウスによる歴史家の偽造文書は、彼自身は、 注釈をつけたりつけなかったりしたが、それでも大体は長い間疑われていなかった。偽造文書の権威崩壊は、多くを、ヨセフ・ユストス・スカリケルに追っている。アンニウスの捏造は、16世紀半ばには明らかになり始めた。1565年から66年にかけて、人文主義者のジローラモメーは、ヴィンチェンツォ・ボルジーニと、資料批判論争を行った。ボルジーニの方は、 フランチェスコ一世でメディチとジョバンナ・ダズブル語の結婚に、妻子、フィレンツェはアウグストゥスによって創始されたと主張した。彼の主張は、アンニュースによって報告された碑文に基づいていた。しかし、メディチ家と親しくなかった名は、この主張に反対し、短いラテン語の論考でオリジン・アービス・フローランティにおいて、アンニュース資料の正当性に疑問を付したのである。アンニウスの生涯と、 セイキルネッサンスにおける神話とアレゴリーに対する影響、そしてエトルリアに対する初期の興味についての様々な側面からの論考は、アンニオ・ダビテルボ、ドーカムンティ・リーチェルケイ、ローマ、マルティ・グラフカエ・ディトリチェ、1981に掲載されている。A ラング、書物と愛書家と書出版社、1993年、P101。最初は、 古代論についての多様な著作家たちの著作品への仲介コマンテリアスーパーオペラデバーソラムオクトレムでアンティキタタバスロックウェンティアムローマユカーイアスシルバー1498として出版されたデーティットフログビテルボ8名1492ありがとうございます